ボーナリーブス西寺豪太です。今ここは、渋谷店ですね、タワーレコード渋谷店の6階で、2021年の6月25日です。で、まあ、この僕去年も来させてもらって、ここ2020年のこれ6月25日に来た色紙を今回も飾ってもらってるということなんですが、あのマイケル・ジャクソンさんがお亡くなりになって、今年で12年になるということ で、まあ、あのよく言うんですけど、6月25日にアメリカでは亡くなってるんですけど、日本であのマイケルが亡くなったっていうニュースが流れてきたのは6月26日なんですよね。だからあの日は、12年前のあの日はってなると、あの僕も明日6月26日の方がなんていうのか、思い出というか、いろんなあの鮮烈なあの思いがあるんですけど、まあ、12回ということで、まあ、10年の時もね、本当にあの重みを感じましたけど、その2年前はあの少年隊の東山さんのお家でマイケルを追悼して、あのその頃まだコロナじゃなかったので、あの乾杯して、あの献杯してマイケルの話とかを聞かせてもらったのが2年前にありまして、まあ、そこから NHK の番組があったりとか、いろいろ、マイケル・ジャクソン の流れもありましたけど、またちょっと今ね、世の中がこういう状況なので、レコード屋さんとかにもね、来れない人も多いかもしれませんが、ということで一応動画も撮らせていただいています。あのここにいろんな CD が売ってるんですけど、結構こうピクチャーディスクとかね、あの、まあ、僕もこれ持ってますけど、ジャクソンズなんかもありますし、結構あのやっぱりさすがっていう感じで、あの珍しいものも売ってますね。これバットのね、25周年のこれ本当にあのインビンシブルとかね、ヒストリーも出てほしいと思うんですが、で、まあ、僕のこのディスカバーマイケルの本なんかも置かせてもらってて、あとこれもそうですね、今度あの京都 の伊勢丹、あの京都駅の上で夏にあのこのクレビスさんと組んだ写真展があの大々的に行われますので、去年あの本当はコロナじゃないこと想定、そんなの知らない間にあの計画してたんで、みんなで集まって盛り上がろうって言ってたんですけど、なかなかできなくて、でもあの評判良かったんですけど、これはあの京都でも行われます。これあの渋谷タワーレコードに来た時の12月12日ですね、1996年。ちなみにこの次の日に僕らあのサイドカーでデビューしたんで、すごく思い入れがあるんですけど、それも置いてありますし、ここにはもう献花台になってまして、エレベーター上がったとこなんですけど、あの本当にあの皆さん、あのマイケルが好きだった花を置かれていて、これまで そのタワーレコードにあったその大きなあのこういう看板みたいなものもずっと保管されていて、というわけでね、あの本当にあの、まあ、マイケルはもう ここから100年200年もうずっとね、あのよく言ってるんですけど、モーツァルトとか、それからまあレオナルド・ダ・ヴィンチとか、まあ、ピカソとか、ああいうレベルの本当にあのすごい巨大な才能であるし、別に僕らの時代だけの人じゃないっていうのは分かってるんですけど、やっぱりそのリアルタイムで僕らの、あの僕ぐらいの年齢はそういうニューアルバムとか楽しみにできたっていうことをすごい未だに ありがたいことだと思ってますし、で特にこれから若い人たちにも、僕もジョン・レノンやマービン・ゲイ大ファンなんですけど、亡くなってからファンになったので、そういう意味では全然マイケルが亡くなってからマイケルのファンになった人たちも今多いと思いますから、まあ、そういう意味でちょうど、まあ、僕も真ん中の世代として、若い人たちからもね、いろいろあの若い人たちならでは そのダンスとかビデオの僕の全然気づかない発見なんかもいっぱいあったりして、そんな感じでこうつながって、これからもずっと、その凄みを味わっていけたらなと、伝承していけたらなと思ってます。なのでこういうタワーレコードさんがこうやってちゃんと、節目節目で、こういう追悼のコーナーを設けてもらうことは非常に感謝してます。これね、何気なく思ってます。この昨日から今朝にかけて描いた絵で、最近絵描いてるんですけど、なんかマイケルの嬉しそうな楽しそうな時の写真描きたいなと思ったら、このナオミと踊ってるこのインザクローゼットのビデオがめちゃくちゃかっこよくて、やっぱりあの体つきもすごくあの野生的で、あの踊ってる瞬間をピタッて止めて描いてみました。あのこのナオミさんがこうマイケルの足をこう挟んでる時とか、
こういうのもすごくなんかマイケル嬉しそうだなと思って顔を描くのに4時間かかったんですけど、やっぱこのなんつうか嬉しそうな顔ってなかなかこうちょっと崩れると違う感じになっちゃうん で今いいバランスで今日朝ちょうど終わったなと思ってたら、あのタワレコさんから今日来れませんかっていうことで、来させていただきました。というわけで、ちょっと長くなりましたけど西寺豪太でした。これは7月1日まで行われていると思いますので、あのノーナリーブスもニューアルバム完成してますし、あのタワーのレーベルなのでこれからも、続けていきたいなと思ってます。ありがとうございます。Tower Records.